はい、こんにちは心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー長内でございますこの動画は弊社の心理学概論勉強会という講座の内容を毎回5分程度で少しずつお話しするものです心理学の各種試験の対策や教養のためにお役立てくださいよろしくお願いいたしますえー、本日は、えー、そうですね前回から引き続きで運動士のお話です まあ、知覚心理学に割り当てられて、まあ、学部とかでは習うことが多いですかね。えーまあ、で運動諸の中でも実際に視対象が見ている対象が運動している、まあ、本当に動いている物理的にね実際運動っていうふうに呼ばれるものではなくて客観的にその視対象は客観的に物理的には静止しているんだけれども我々の知覚として 動いて見えてしまう運動詞そちらのお話ですで、えー、その、まあ、運動詞の中で、まあ、3つ目ですけれどもいのがございます、えー、大学院入試なんかでもね心理学系の、えー、たまにごく説明問題とかでたまに出ていて答えられないっていう人が、まあ、多かったりするものだったりするわけですけれども